こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛の前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を暗紙に筆で書いています。今日の前後は、雪清し千載の松です。清らかな雪が千年の松を美しく覆っている。隠すところなく目前にはっきりと真理が現れていることを表します。今から雪清し千載の松を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。